新 AI 対戦会カルドセプトサーガ祝福の祭壇の決勝戦のメンバーは、予選 A 組1位のドラタガン、 B 組1位のコントレイル、2位で相馬力が高かったフェリシティの3名で行います。それではスタート。さて、過去最高のクソマップ、転送園踏んでしまうと遠回りになるというクソマップ、誰が勝つでしょうか。ダイスは10まで出るんだよね。だから足は速いんだよな。目的の土地が取りたかった感じ、こう最初に取れると嬉しいよね。でもあるからどこでも取れそうだが、やっぱりクソダイスひどい。最初からこれはちょっとね、多分遠回りになってしまうパターンではないかなと思いますよ。かなり大変な状況になると思います。1周目からうまく回れないってなるともうゴミだね、本当に。誰が考えたんだろうな、このクソマップと毎回思ってしまう。さあ、ニルを置いた、かっこいい。デスノートのあの悪魔みたいなニルね。確か、テンペストみたいな能力があったような気がする。全てのクリーチャーの HP を 50% 減らすみたいな能力があったような気がします。力回ると、遠回りせずに済むって感じだね。右から行くと、やばいことになっていた。そうやって置けるからいいか。よかった。あ、置かない。なぜ今リリス水があるのに置かないんだ。意味不。さあ、順調に置いているのはコントロール。あとは五歩を誰が買うか買わないかという勝負ですね。あ、さっき、オタカも置かなかった。さっきも、水に、タラスクを水に置かずに、結局捨てるんだら、マミーでも置いとけよっていうね。お金がないのか。あ、これは、攻められない。ダイスが相変わらずクソ。まだハンターソング使うには早いよね。まあ、2周目ぐらいで、全員がクリーチャーをめっちゃばらまき始めたらハンターソング使って落としたいという感じですね。もちろん、ああ違う、色が合っているところではなく HP が高いタラスクの方に使った。エレベートで置けない、クリーチャーが少ない。ブランチャーミン置きたいが、さてと一匹も置いてないぞ。まだ地の土地が好きなんだよね。だけどなぜか無属性に置くという、まあ、とりあえず置いた。ブランチアーミーから置くんかい。それは攻める専用でしょう。さあ画面、後半に強い。さあ画面、さあどうする。ムズクリーチャーの ST プラス5、これは嬉しいね。はい、リリスが強くなった、タラスクも強くなった。さらにフェイ、うまいね。エレベートフェームで 200G 入るからね。たとえ色が合っていなくてもレベルは上げるべきみたいな感じですよね。フェーム入ってるなら。さらにお金が入ったからレベル上げそうだが、どうかな？増えない。まださすがに、そこまでではないか。さあ、赤、いい土地が取れるが、ドリアードか。ちょっと脆弱だね。ドリアードではちょっと脆弱か。トラップスパイだ、来た。いやらしい。さあ、お金が入ったドラタカからもちろん吸うと。フェームプラス、取り出ボーナスで 350G 入ったんで。吸っておいて、で、ダイスがいい。で、五風は買わない。五風を買って、侵略する魔力がなくなるみたいなことがよくあったから、買わないようにした。おっと、サーガメン置いた。後半強くなる。交差点が取れてよかった。どうする？買わない。地には置かない。地が好きなのは、どうするか、どうする？ドリアド交換するか移動するか、何もしない。こちらもアベンジャーが出た。まだハンターソングは使うところではない。気にせず置くイメージがあるゼネス。色は関係なく。トラップスパイダー置いた。ここも、交差点を2個押さえたのはでかいね。力
かもこっちは、ミミクリーがついてるからレベル上げたら、地形効果を得られるという感じですね。は買わない。ウィッチ受ければ置きたいが、ちょっとクリーチャーはまだ1体しかブランチャーム、ああまだ置いてるか。ブランチャーム、あようやく、これは素晴らしいね。地を買えばいいのになぜか風を買うんだよね毎回。でクリーチャーが置けなくなるというパターン。置いた。なぜ地にウィッチを置くんだ。意味不明。あこれはドラタカに飛ぶでしょう。ドラタカの向こうかアイテムを消しておいて後で攻めるという感じですね。一番足が速いのはゼネス。え置いちゃう。すごい。しかも土地もガンガン置いてるからね。ランドドレインがちょっと怖いかなという気がしますが、どうでしょうか。足が速い。無属性土地に置くかどうか。置いた。スピドケロンはラウンド数 HP プラスラウンド数なんでめちゃくちゃ強い。おっとマグマバタ強いぞ。ダイスが良くないね。特殊地形に、半分ぐらい止まってて全く動けない。あマジックボルト誰か邪魔したいやつはいるか。あそいつに打っておいてもね死にそうもないからね。あでも削っとくだけ価値はあるか。踏んだ時のでもこれは殴りいくんじゃないか。どうだ全力。ない。クリーチャーがなかった。ティコア。インカネーションした後のマンティコアが弱かったっていうのを一回見たような気がしますが。しかも火の土地に置けるから悪くない、マンティコア。さあ、どうなるか。シティは足が遅いし、土地が取れていないというダメ状態ですね。オロコも捨ててしまった。さらに買う。五歩で勝負する気。今度は地も買った。地は自分で持ってるからね。あげるか、あげるか、あげはしない。あげる。あげるんだ。クリーチャー能力を使った。うまい。65だ。ちょっとだけだね。奪えたの。アイテム、スペルの数かける20Gを奪うって感じか。ウィッチの能力、久しぶりに見た。さあ一周した。もちろん連鎖してるとこ上げない。コントレール足が速いからちょっと勝ってる感じだけど。さあ殴られるか。大丈夫か。起きたかったがダイスが悪い。レベル上げるか。逆に上げない。フェリシティはとことん足が遅い。しかも特殊地形ばっかり止まっているからなかなか置けない。これを置くんじゃないかな、さすがに。マグマアバターはまあ強いでしょう。自分が持っている火地の数かける15。今は2個だけ持ってるかな。だからまだ30か。弱いね。さあ、ワイワーも置けた。さあ、ドレーンマジック吸うでしょう、これは。吸わない。50。珍しくでかいアイスが出たが、地の年は別にいらないんだよね、ドラタカ的には。水か風が欲しい。でも余ってるからとりあえず置いとけと。連鎖にはなっていない。あ、これクソダイスが出てしまったな。大丈夫か。うまく回れば、そう、こっちからうまく回れば、変な回り方すると、鳥で回れなくなっちゃうんでね。ハンターソングいつ使うかがすごい楽しみだな。クリーチャーがちょっと置きまくってるから足りない感じはするね。ハンターソング打っても手札にクリーチャーがないっていう状況が見える。予選ではなんとハンターソング1回で4回敵を倒して、ハンターソングで敵を倒すと 200G×4 の 800G 稼いだというね。逸話が残っております。ゼネス。あげるか。そっちをあげた。うわぁ、いきなりあげてきた。これは落ちないぞ。これは落ちないぞ。手札かける、確か10だから、手札6枚あったら60、60だからね。まあ落ちないね。いきなりこれ、コントレール踏ませに来たね。しかも今クリーチャーないから、ナイトがあればまだいいんだけど、お、侍で即死するか。あと8で避けるかどうかだね、これ。そうすると、リワード8使って避けるしかないかなという気がしますが。もしくは横移動っていう可能性もあるか。
あ、いきなりめちゃくちゃ上げた。しかもダイスが良い。ウッドフォーク横移動でなんかできることがあるかな。押しに行った。水向こうだからリリスをやっつけに行ったと。いや強いな。しかもザハンド持ち、これは強いな。おお、先制で来るかと思ったが、そこを先制でイーグルレビアで倒すという。しかもブーメラン使わせたのはでかいね。ブーメランは手札に復帰するはずなんだが、死んでしまうと捨てられてしまう。読み勝ったと言えるでしょう。シャッターでアイテム崩していかないと。アンティコアがどうしても落ちなそうだね。いきなりあそこまでレベル4まで上げるとは思わなかった。エルパイロンまだ置けないんじゃないかな。火が2個ないとヘルパイロン置けない。ヘルパイロンの伝説の 900G っていうのもあるが、それを見てみたい。まだ置けないよね。水ではなく HP 高いやつから置く傾向があるんだね。さあ8で逃げるか、普通に振る。大丈夫か。踏むぞ。踏んだんじゃないか。ああ大丈夫。焦った。横移動でビビらすか、それとも何かないか。ストーマーマヒダ強い。アーマーアーマー、まずいね。この強さはまずいね。インカネーションで回してもらわないと。アーマーアーマーザハンドっていうめちゃくちゃの強さだ。今度こっちも上げる。うわー、逃げきれないな、これは。どなたかがもう圧倒的1位。さあ、めちゃくちゃ足が遅かったフェリシティがようやくこれハマったんじゃないか、これは、早速。ダメダイスが出てしまった。ひどい。これはひどい。今上げたところを踏んでしまった。これはどなたか圧勝のまま終わるか。さあ、マジックボルトに勝負をかけるしかない。どっちかに打って。そっちかい。レベル上がってる土地に打てよ。意味不。じゃあ、配置する数だけは多いんだよな。さあ、ドラテカはもう半額超えた。このまま踏ませて、アイテム充実してるから、落ちそうもねえし。マグマアーマー、ストームアーマー、ザハンドと、絶対落ちない状態になっている。落とす方法ないな。コメット打つぐらいしかないよね。マットマンあたりまた起きそうですよね。ですよね。色が合ってるやつよりも違うものを優先するというね。サンクタムガードプラスなんかアイテムがあれば。あ、せっかくの毛布土地にサンクタムガードを置いてしまう系。はあ、これどなたかにはちょっと追いつかなそうだな。ゆっくり歩いてくれでもしない限り、あとは逆にどっかレベル上げてどなたかを踏ませるというぐらいしかないかなと思いますが。さあどうするか。地形変化するかな。しない。あとヘルパイロンが置ければみたいな感じだね。ギフト。カード8さっき使わなかったしね。焦っちゃったよね、使わないから。さあそこを上げればちょっとチャンスあるかな。どうだ。サーカーマイン上げるか。上げるよね。そうだね、ここ踏ませるぐらいしか。でも連鎖に、あ、連鎖一応2連鎖になってるか。アイテムが充実していて強い。さあ倒しに行く。おお、マグマアバター倒せるか。でもまだマグマアバターの能力30-30ぐらいだと思うんだよな。だからバーバリアンの方が強いと思う。追わなくても勝てる。やっぱり30-30。弱かった。火と地の土地の数なんだけど、今、火が1、地が1しかないから、数かける15か。強くなる可能性は秘めているんだけど、地の地怖い。怖くなる、ジェイドは置いちゃいけないね。これで。コメットが出たときに、レベルをダウンさせないといけないから。交換か、しない。ハンターソング、そろそろ使う頃か、余ってきたから。トラップスタースパイダー上げるかどうか。
だから圧倒的だ。チャートアイテムが充実していて、さらにマナ、そして足も速いというね、完璧な状況ですね。遠回りとかになれば、まだ他の人にもチャンスがあるかという気がしますが、さあ、風も2連鎖。順調すぎる。ナイキーで麻痺かけて潰すぐらいしかないよね。あと、ボルカニックもチャンスあるんだけど、ちょっと、また変な回り方をしている。あ、逆から回った方がいいってことか。うちの風、誰も取らないところを買いに行った。水じゃなくて火が欲しいんだよな。そしたらヘルパイロンが置けて、侵略が ST プラス10とかなるんだけれど、ここで8か。とりあえずこう行くけど、攻殻地はでも残ったまま。どっか、いやー、交換。ああ、そっか。侍で、なんとかなるかな。侍は ST30 以上の、クリーチャー促進。うわあ、カウンターが出た。強すぎる。アイテムが、強すぎて、とても落とせそうもない。このまま順調に勝ちそう。もう一周ぐらいしたら3000いきそうな気がするか。3000、4000、5000か。さて。カイルが、また変な方向行った。ああ、自分からぐるぐるわざわざ回って土地を取りに行った。まあ、悪くはないと思うが。ハンターソングか、違う。グラディエイターやってもね、カウンター、アーマーだからね。こっちもカウンターが出た。カウンター返して、おお、足が速い。これは、Y1 どっか飛ぶのもいいかもしれないね。しかし追いつかない。2400対3900。さらにカルドラブレード。おっと、ストームアーマーを捨てた。1枚強いカードがなくなったが、これでマナーで金が入り、おそらくもう一周すると5センチ届くんじゃないかと思うんだが、変な回りが1とか出ない限りは大丈夫。ああ、大丈夫。あとはどれまで座れるかどうかっていうとこか。買っちゃうんじゃない？買ったら金がなくなるっていうのに、しかも、内エリアは、そこ誰もレベル上げないから意味ないでしょう。またぐるぐる回ってる。ということは、ウィッチを使うってことかな？ウィッチを使ってお金を使わない！ウィッチ。今、ドラタカがおー、ルーソレイ。ルーソレイはいいかもしれない。カウンターをなぜ捨てる？ハンターソングが先。ルーソレイ。さあ、誰かをやっつけたい。今、グラディエーターが手札にあるから、踏んでやっつけたい。お、ちょうどいいとこにいい奴がいる。これで200字入る。多分色が合ってないから守らないと思うんだけど、でもアイテムいっぱいだからもしかすると守るかもしれない。いや、ハンターソング決まりますね。守らないね。ちょっと、90はちょっと守りきれないか。さあ、早速ゼネスのハンターソングが来ました。200字獲得。でかい。これで、予選は勝ったからね。さあ、決まるか。あと、ルーソレイユもあるからね。しかも連鎖。3連鎖になった。さあ逆転する可能性。追いつくか、2700まで来た。3300対2700。今のハンターソングがすげえでかかったってことだ。さあどっか上げるか上げない。あとはマンティコは踏んでしまわないようにしないといけないね。マンティコは踏んでしまうと、もうどうしようもない。また買うんじゃないこれ。あ、今度は売却。そっちかよ、売るの。イーグルレイピア。もうルーソレイユで、ドラタカから取れればいいんだが、なぜか、そっち行くよね。そうね。いつものパターン。83G ルーソレイユ。おっと、踏んだか？大丈夫か？大丈夫か？超えたか？超えてる。だが、誰か敵んとこ踏んだから、これ殴り行くんじゃないか？また決まる。これは、またしてもハンターソングが決まる。これで一気に追いついてきた。トラタカ一強だったのに、ハンターソング 2ターン連続決まって、400G 入ったんで、すげえ追いつく。いやー、攻めだったら強いんだけどね。この、ブランチアーミー。で、守りだと弱い。決まってしまった。これは気持ちいい。これは気持ちいい。400G 超えて稼いだ。で、一気に追いついた。3100まで来た。すげえ追いついてる。
一気に1000字ぐらい差があったのに、ささっと追いつ、今、ルーソレイユも当たってれば、逆転してたね。パッドフォーカー置きたいよね。置いて、領地能力使いたいところが10、ダイスでかい。が、これはクソダイスではないか、クソダイスではないか、どっちか踏む。あー、やっぱりクソダイスだ。行く、攻められ。あの右から回らないと、あの周回優先するっていうか、砦で回るためには右行かないといけないから、本当は左に逃げたかったんだけど、これ逃げられなくなった。さあどうだ、さあどうだ。いや結構行くんじゃない。110、50、惜しい、あと20、あと20。いやー見せたんだけどねー、110まで、援護110まで出すんだって感じだったんだけど。いやー惜しい、これは惜しいな。もうちょいで届いたのに。720字、これ全部ゴフを全部裏ハメになるかな、これ。さあルーソレイユ使ってしまったからな、これはちょっとどれまでも出ない限りはちょっと苦しいか。でも一番最後予選の40ラウンドではドレマ使って勝ったからね。さあ入ってはブックに入ってはいるはず。さあゼネスがドレマを引くかどうか。うわあコメット、遅い遅いよ、ちょっと。しかも打たねえし、打たないとシャッターとかされちゃうよ。どうする、何もしない。待てか、リンカネーションするか、しない。さあどうする、コメットを打つか、レベルを上げたところで打つか。これ4100まで来たが、コメット打てばだいぶ下がるでしょう。周回するには右に行くしかなかったという辛さ。いやーきつかったねこれは。しかも置けない、金がないから。さあコメット打つぞ。コラプションは決まらないね。コラプションは、フェリシティしかゴフを買ってないから決まらないね。逆に違う、取れるか、ない、クリーチャーがない。コラプション決まらない、残念。コメット早く打ちたいが、ランプロ引かれる前に、ランプロ引かれる前にコメット打ちたいが、変化するかしない。めっちゃ金持ってるからな、仕方なく、周回するために仕方なく右から回るしかなかった。あーっと、これでクソダイスがさらに出てしまって、ちょっと遠回りみたいな感じになってしまった。でもこれは大丈夫か、一応大丈夫だ。ハンターソングが切れた。もう一回ハンターソング打つか、コメット打たない、コメット打たない。これは連鎖になるから置くでしょう。そうだね、コメット打って落としたいところが4100対3500、まだまだ勝負になるね。あとドレマさえ引けばという感じ。1800持ってるからね、ドレマ引けば。その前にレベルを上げてしまうか。もっと砦で通らずに変な方向に回った。水の土地が欲しかったのか。そうだね。さあ、じゃない。欲しい。欲しいカードはそれじゃない感が強い。ゴールできたかな、これで。ああ、よかったね、これ。ダメ転送員じゃなくて、いい方の転送員だった。さあ、どうする？スパット方向じゃなくて、ウィッチ使うか、レベル上げするか。金がないからな。ウィッチではなく、スイスモドンの変身。どうなるんだ？ブロンティーですなった。これはちょっとまずいな。火と地が HP プラス20になるから。火と地が、おっと、これもまた、ゼネスハマってしまったんじゃないか。大丈夫か？大丈夫か？周回を優先しないんで、そっち行く。じゃあ大丈夫だった。ルーソレイユ来た。いやー、これ決まると、これ決まっちゃうんだよね。あー、フェリシーにいた。だったら少ない方だったね。あんまり儲からなかったが。でも、このままゴールしてしまいそう。レベル上げたらゴールする。さあ、コメット打たないとゴールしちゃうぞ。あ、まだだか。まだか。まだ、左の砦を通ってないね。さあ、4500まで来たが、ゴークンマ、今置けるんか？ゴークンマ置けるんなら置きたいところだが。グラニットだけは置いちゃダメだよ。僕も置けた。そこからレベル3祭り。ちょっと遅いか。予算連鎖になってる。来たードレマ打つか、コメットが先。ドレマ捨てんなよ。
まあそうだよね、打つよね。これで一応ゴールは止めた。で次ドレマ打ってくれるかどうか、コメットの方が優先なんだ。お、これで連鎖、風の連鎖が4連鎖か5連鎖になってる。でかい。どうだ、追いついたんじゃない？3600対3600、コメット一発で追いついた。取った。いやー、しかしコメット来るの遅かったね。先に打ってればそこに 720G を払わずに済んだんだけど、フェリシティがね。どこに来るか、イエティに来るかと思ったけど来なかったね。さあどうする。リリーフもいいね。どれも使わない、なかなか使わない。この光学地も抜けた。あ、なんかカードがたまらないと使わないような傾向があるよね。さあ倒したいとこだが、倒しに行きそう。行くよね。でもこれは守れるんじゃない？金がなきゃあれば守れる。ラスクラウドごときの攻撃は守れるが、まさかカウンター使うとか、そんなことはない。守らない。あ、プロンティーデスの応援があるから守れた。忘れてた。これちょっと AI も忘れてたんじゃないかなって感じだね。 AI もプロンティーデスの応援で非知 HP プラス10っていうのを忘れてた感じか。取れば連鎖ができて強かったんだが、まあ、防いだ。またハマったんじゃないか、これは。大丈夫か。超えた。なんとか超えた。90になってるからハマっても大丈夫だってか。ようやく早い足ダイスが出る。さあ、どれも使えよ。なかなか使わねえんだよ、こいつ。なぜだっていう。殴り行きそう、ブロンティーです。殴れない。さあ、ギフトからなんかいいもの引いてきそうな気がする。さあ、次、さすがにどれもなぜ使わないゼネス。あー、ランプロ来た。遅かった、ランプロ。足は速い。一回レベル上げるんじゃない、これ。そうするとちょっと、あーっと、先に配置した。ドレマするとどうだ。ドラタカ3900、ドラ、コントロール4000。フラニットは捨てた。さあ、どっか落としたいところだが、足が遅い。殴り行きたいが殴れない。さあ、ドラマ使うでしょう。クラッシャー先使うか。ドラマ来たー。もちろん、ドラタクから。これで5000字超えるんじゃないか。めっちゃ吸うぞ。615も吸った。あーっと、クソダイスが出た。吸ったけど、吸い返されそうな勢いだな、これ。4949まで来た。レベル上げすれば、下回らなくても、上行って、勝つっていう感じだ。ランプロ、ちょっと遅かった。ちょっと遅かった、ランプロ。いやー、ドレマとコメットに落とされるとは。 720G はもらったんだけど、だいぶ下がった。3200まで下がった。コントレイルは、今お金が入って4969まで来た。通行料をせしめれば、このまま、下を回らず勝ちというのもあり得るが、ウィッチ使いそう。今に5分を買いそうだな。違う。配置が先か。ちょっとした収入があれば、通行収入があれば勝ってしまう。よっしゃで。もちろんドラタカのカウンターを消す。そっからのハンターソングか、復唱するか。ハンターソングは打たない。これじゃ置くと、こうだ、土地が増えて、4999まで来た。5000に行けば、逆回りして勝てるんだ。おっと、クソダイスが出た。さあ、ハンターソング勝ちと言えるか、これまた。ゼネス強いな。ちょっと、新たな資格が見えた。Make an offering to your god. You stopped in enemy territory. おっと、これお金入って、コントロールにお金入ったから5000超えた。これは4999だ。99だ。さあ、どうする。砦の方から回れば勝てるが、そっち行くか。あー、そっち行ってしまった。そこの計算はできなかった。砦ボーナスもらえば 150G 入って5000超えたから、それでゴールできたんだけど、4999から
どうする？レベル上げた。レベル上げた。これだと攻められる可能性があるぞ。これで5000。どうだ？超えた！超えた！あとはゴールへ向かうだけ。さあ、それを何か止める手段が果たして出てくるか、お互いから。さあ、あとはウィニングロード歩くまでだが、しかし城が遠いという。この間に土地が落とされる可能性があるかどうか。これ5歩買うパターンじゃん。違うか。どっちだ？売却か。金がないから売却。儲かってもいないが売却して。で、落とす。ウィッチを使うか、レベル上げするか。せっかく金があるから。どうする？スパッドフォークか？それとも？ゴグマ来た！ゴグマ来た！まだ可能性捨ててない。3連鎖のゴグマは上げたんで、ちょっと上がった。2075まで一応。ああ、カウンター来た！強い！アイテムが強い。それでもハンターソングは打つ。ハンターソングは勝ち形だからな、ゼネスの。早く帰りたいんだが、遠い。遠い。さあ、こっちもガスやす来たから、守りは強い。インカネーションするか、この際、しないか。おっと、クソダイスが出たか、これは。どうだ？まないだけ良かったか。ゴグマ踏んでたらやばかったか。さあ、ドロテクも4038まで来た。まあ、ドレマかルースレイユかなんか引いてくればという感じですね。これ殴れば。あ、さすがに倒しに行く。これで1個と血が落ちる。いや、カウンターで守らないな。色が合ってないとカウンターでは守らないんじゃないかな。らないね。ロティネスの応援があるから、これも強いね。ヴァンパイア強いんだけど、ちょっと遅かったかなという感じがしますね。ちょっと色が合ってるところに置いてレベル上げすればなという感じですね。まあ、みんなが通る土地だからいいんだけど、さあ、コントロールゴールを目指すが、ちょっとゴールが遠いね。リリーフ使いたいよね。色が合ってないところレベル上げてるような傾向があるんで。もう買う。さすがに、どれも座れるのが嫌だと見て、ちょっと買った。で、倒していく。これまたハンターソング決まるぞ。強い。ハンターソング勝ち。予選と同じだね、これ。予選は4回決まったのかな、ハンターソングが。決勝3回目。これで、無駄侵略でもなく、しかも強打。グレンデル強打強い。で、さらに 200G。強すぎる、ハンターソング。これでいくら吸われても5000円を下回ることがないかな。レベルが上げた土地が落とされない限りは、5600まで来た。さあ、追いつかない。これ、まあ、逆転するのはちょっと、落とすのは無理だから、どっちかというと、足早く回ってレベル上げて5000到達して城に帰って勝つぐらいしか、ブルタカ勝ち目がないんじゃないかなという気がします。ぐるっとめっちゃ回って、ダイス9が出たのはいいね。倒しに行く。マットマン倒せるんか？マグマアーマー使ってまでマットマンを倒すってことか。そうじゃないと落ちないよね、きっと。ブロンティーデスもあるから。結構血が多いから。120、120。85か。ブロンティーデスの多いね。それも95あるからな。アーマーさえなければマットマン死なないのにね。壊れカードですね。まさしく、Eカード並みの強さがある。マグマアーマー。でもこれアーマーがなんか、どっちかというと、コントレールの土地を落としたかったんだよね。マグマアーマーで。横移動とかで。さあ、あれニルが落とせるか。今度そっちか。どうだ？おー、スペクターで行くのはかっこいいね。60が出れば勝てるってことか。これは面白い。ちょっと見ものだね。さあ、60出るか。さあ、気合見せろ。どうだ、スペクター来い。あー、ちょっと足りない。さっきも20足りなかったし、今回は6足りず。惜しかった。
これでちょっと通行量が入ったから、ドラタカにも、足が速ければドラタカにチャンスが出てくるか。ドラタカ4100まで来た。スプレーグ、さすがに打たない。足が遅い。足が遅い。ゼネス、足が遅い。フェーム、おー、逆転の兆し来たぞ。足、これで10、9、8あたりガンガン出れば。で、300G 入る。4400まで来た。8! 早い!めっちゃ早い。これはチャンス巡ってきたぞ。倒れないでしょ、さすがに。さすがにヴァンパイアは無理でしょう。先制だし、先制 HP 吸収だから、まあ無理だよね。使っても無理だし。半減したとしても 20HP が増えて、これが強いんだよな。だから、ヴァンパイアさえ上げられればね、めっちゃ、通行量稼げると思うんだけど。なぜ攻めたしっていう感じでもある。デリウム。落ちそうな感じはするんだが。とりあえず置く。足が速ければドラタカにもワンチャンあるというところまで来てる。5600。もう圧倒的な強さ。アイテム捨てて大丈夫か?リーフしなくて。おぉ、ちょっと足が速い。これは、もう砦で回らずに帰るんじゃないかな。砦で回らずに帰る方向で。そうだね。あとはゴールに向かえば勝つ。そのダイスをこれ、おっと、ドレマ来た!これで、おぉ、打たない!ドレマで逆転じゃするんじゃないかと思うんだけど。これレベル上げるでしょう。地形変化か。ちょっと弱いね。いや、どれも打った方がか、逆転するじゃん。5000、でもだー、500って、ちょっとでも追いつかないかな。どれも打つから、どうなるかだね、これで。チャリオット使うか。チャリオット使ってるのも、一回も見たことないね。おーっと、アイテムを捨てる。強気。足が速い。しかし、クソダイスが出てしまった。ちょっと遠回りになってゴールは遠い。通行量高いところは防げたが、ちょっとゴールが遠のいた。果たしてゴールに迎えるか。これどれも打つでしょう、ドラタカ。なぜ打たない、打たない、打たない、ゴールしてしまうぞ。打たない。なんか手札の枚数がたまらないとスペル使わないみたいな。おっと、しかもハマってしまったか。あー、190に払うのはここでつらい。5900まで来た。これでどれまでいくら吸っても5000を下回ることがないから、そのままゴールしてしまうでしょう。上げた。お、ゴグマ使うかな、これ。でもワンチャンあるとは言えないんだよな。ゴグマ使いそうだな。ゴグマ使うかレベル上げするか。しない。でも武器しかない。守りアイテムがない。守りアイテムがないから落ちそうな感じではあるんだが、 でかいダイスが出れば終わるが、でかいダイス出ない。さあ、いいとこに話題が置けた。どれも打つでしょう、おそらく。6000まで来た。ちょっと無理か。そう、どれも打つんだけど、どれも打って、次、リンカネーションからのルーソレイユとかでワンチャンあるか。さあ、568奪った。足が速ければ、チャンスがある。いや、いい線まで行ってんだけどね。クソダイス、クソダイスが連続すれば、チャンスはある。あと、ゼネスはあと5マスでゴール。さあ、ゴグマ使うでしょう。使わない。5マスでゴール。さすがにゴールしちゃうかな。これはゴールしちゃいますよね。ですよね。強かった。やはりハンターソング勝ち。でも、転送炎に負けない。侵略の強さが、このブックの強さに繋がっているような気がします。ちょっと最後追いつかれてヒヤッとしたが、ここから何で逆転したんだとかね、ハンターソングでやっぱ逆転だという感じですかね。見てみましょう。侵略がめちゃくちゃ、コントレイは一応5分も300かって、土地が3810だから、ね、やっぱ土地の強さだね。そして、通行料収入はドラテカは9回1100あったんだけど、ダメだったね。本当にお金を払ってない。侵略が強いからかね、お金を全然払ってない。72G。
戦闘シーンなく3分の3。しかもそれが全部ハンターソングというね。素晴らしいね。ドラデカ5分の3。フェリシティ3分の1。はい。周回は444。みんな同じぐらい。量違う。やっぱりコントレイの16個。やっぱ、クリーチャーの強さで土地の数で勝ってるという感じでしょうか。はい。祝福の祭壇優勝はコントレイルでした。おめでとうございます。次回はストーリー、マップ最終の神々への階段でしたかね。まあまた4エリアに分かれたくっそ広いマップですね。でもパーミッションを使えば行ったり来たりでいきなり周回できるっていう可能性があるんで、パーミーとフェアリーライトにまあ勝機を見出すかという感じでしょうか。次回またブックの投稿をお待ちしております。では。